坂口健太郎が主演を務める1月19日土曜日スタートのドラマ、イノセンス冤罪弁護士、毎週土曜夜10時-10:54、日本テレビ系初回は夜10時-11:09の主題歌がキングヌーの白日に決定した。1月16日水曜日にアルバム、神秘でメジャーデビューする彼らにとって、初のドラマ主題歌。メジャーデビュー前のアーティストの異例の抜擢となった、キングヌーコメント。大なり小なり誰しもが、罪を犯したり犯されたり、傷ついたり傷つけたりして、それでも生きているのでしょう。そんな時、心のひだにそっと寄り添い、手を差し伸べてくれる主人公黒川拓のような存在ほど大切にしたいものです。自分の書く曲もそうでありたいと願っています。荻野哲弘プロデューサーコメント。初めてキングヌーさんの楽曲を聴いた時、胸の奥がざわざわする感覚がしたことを今でもはっきりと覚えています。と同時に、一筋縄ではいかないアーティストさんか、とも、イノセンス冤罪弁護士は、無実なのに罪に問われた方々を救うべく、坂口健太郎さん演じる、主人公、黒川拓と仲間たちが奔走するドラマです。たとえ無罪を勝ち取ったとしても、一度捕まって、報道されれば厳しい世間の目にさらされ続ける、現実が待っています。それでも未来に向かって前を向いて歩いてほしいという主人公の祈りにも似た気持ちを楽曲に込めていただきたいとお願いしました。一筋縄ではいかないアーティストイコールキングヌーさんのこの楽曲が、誰かを傷つけたり誰かに傷つけられたりしたことがあるドラマの視聴者の皆さんや私も含めた多くの方々の心に届くことを切望しております。